コスタリカ戦負けて1日経ちましたけど、改めて失点シーンを読み返すと、腹渡が煮えくり返りそうです。改めてイライラしましたね。まあ、何度見てもやっぱりムカつきますね、やっぱね、失点シーンはね。なんか絶対防げた1点やんって見れば見るほど思うんだよね。ディフェンダーの足が止まる、伊藤の謎のバックパス、消極的な行動、吉田麻也のクリアなのかパスなのかわからないひょろひょろとした上げ方、もう全てにおいてイラつくんですよね。そもそも放送でも言ってましたけど、吉田麻也の前からもう足止まってんだよね、日本選手ね。ラインの上げ方も雑だし、全然寄ってないし、で最終的に吉田麻也のあのふわふわボールだし、もうどう考えてもあの1点取られるまでの流れがクソみたいな流れすぎて、だれてんなっていう感じがしてね。もうね、見れば見るほど苛立ちがします。もちろんあのシーンだけ切り抜いて、あーだこうだ文句言いすぎるのも良くないのは分かってるんですけど、その後のドイスペがね、ドイスペがドイツスペインがドローっていうのを聞いてね、ああ勝っとけばなーってより思うよね。あそこで勝ち点6を取っておけば今頃日本は1位だったっすよ。まあこれはタラレバにはなってしまうんですけどね。まあ気持ちは切り替えて次のスペイン戦ってところなんですけど、これドイツとスペインがドローになったことで、ドイツとスペインが決勝トーナメントに進出する可能性がぐーんと上がってしまいました。ドイツは残されたのはコスタリカ戦、スペインは残されたのは日本戦なので、ドイツもスペインもどちらも勝利すると勝ち点4を取って1位2位通過と、で勝ち点3しか取れなかった日本とコスタリカっていうのは敗退するっていう、まあ、これが一番色濃く見えてくる流れになってしまいました。もちろんサッカーは絶対ではないので、もちろんね、絶対ではないですよ。ですけれども、75% 以上あった日本の決勝トーナメント進出の確率は3割以下に落ちてしまいましたね、これでね。逆に日本はどうしたら、進出できるかっていうのは、スペインに勝てば問答無用の決勝トーナメント、引き分けだった場合は他チームの動向次第、得失点差っていうところですね。まあ、日本とドイツの得失点差です。今日本はドイツよりも1ポイント得失点差上なんですけれども、まあ上というか、まあ、ドイツがマイナス1なんだよな。日本に2点取られてて、で、スペインから1点取ってるっていうところで、で、まあコスタリカはスペインに7点取られてるんで、得失点差になるとほぼ厳しいかなっていう、で日本とドイツが日本とドイツが勝ち点で並ぶと、勝ち点と得失点差で並ぶと、ドイツを直接対決で制してる日本の方が上になれるっていうところなんですけど、まあドイツがコスタリカに引き分けるとか、ドイツがコスタリカに負けるとか、ドイツがコスタリカに負けてもやばいな、それやばいな、それコスタリカ勝ち点6になるから無理ゲーになってくるから、もうこれかなり厳しいんですよね、これね、もうね、かなり厳しいですよ。ドイツとコスタリカが引き分けると、コスタリカが勝ち点4になるんで、日本はスペインに引き分け以上取らなきゃいけないっていうところで、いやーもう勝つしかないんですよね、もうね、スペインにはね、勝つしかない。スペインと引き分けてるとドイツコスタリカの結果も出てくるんで、厳しいよね。一番厳しい位置に立たされてるのは日本じゃないか、これで。だって残ってんのスペインだからね。しかもスペイン勝ちに来るっつってるから、まあ多分一番厳しいのは日本になっちゃったね、これで。今暫定2位ですけど、はい、残された試合から想定すると一番厳しい立ち位置は日本かなっていう感じですね。まあ、日本とコスタリカが厳しいね。コスタリカは勝ち点4取っても日本が引き分けると得失点差でダメなんで、なんかね、監督が想定内だとかどうの言うけど、あの失点のシーン切り抜いてもあれも想定内って言うんだったら、なんでそんな選手使ったのって俺は思っちゃうよね。考えられないけどね。その負けてしまうってことが想定内、引き分けてしまうってことが想定内は分かるよ。そのワンチャン負けちゃうんじゃないかっていうのが想定内なら分かるけど、あの試合内容を想定内だって言うんだったら、もう選んだ監督の責任もあるし、なんでそんな選手使ってんだって話だし、
うん、いや、それは想定内は日本は何にも成長してないってことですからね。あの失点シーンを想定内はありえないよね。いや、そんなのは想定してちゃダメでしょ。全然強くなれないよ、そんなのは。あの失点を想定内はね。点を取られてしまうってことが想定内、負けてしまうってことが想定内は分かるけど、内容があまりにも悪すぎて、あの内容を想定内だって言うんだったら何の代表なんていう話だし、なんならもっと活躍できる J の選手いるん違うのと思っちゃうからね。監督の選出は何だったんだって俺めっちゃ思うわ。考えられない。まあもちろん全てが監督のせいではないし、ピッチに立った選手の動きもね、良くないと思うけど。でね、ツイッターとかでもさ、もうすごい、まあ意見は理解できるんだけど、せっかくのワールドカップだから世界の最高峰の試合を見て応援しようよとか、楽しもうよって意見あるけど、やはりそれは日本が勝ってるからこそ応援できるってのもあるし、逆に完全に敗退するまではそれができないんだよね、俺はね。そう、もやもやする。もう勝つか負けるかが決定するまでは他のチームを応援はできないね。だって日の丸が出てるんだから。日の丸が出てる。中にはさ、ツイッターとかでさ、インフルエンサーの人がさ、別にさ、ワールドカップだからって言ってさ、日本をなんで応援しなきゃいけないのみたいな、他の国に縁があるから他の国を応援して何が悪いのとか言う人いるけど、俺はなんかよく分かんなくて、そういうのは。第一 に日本があるから俺たちはさ、生まれてさ、飯が食えてさ、今日の幸せがあるからさ、まず第一に日本を応援するのは俺は当たり前だと思ってるしさ、そんなのさ、時代が違えばさ、もうめちゃくちゃ批判されることですよ、そんなこと言えば。だけどさ、そういうことを言う、今自由があるからさ、令和の時代はさ、自由があるからさ、 SNS でさ、そういうこと言えるかもしれないけど、言えるから正しいわけじゃないからね。そう、日本がだいぶ緩くなって平和になって、一人一人の権利っていうのが尊重されるようになったから、そういうことがつぶやけるだけで、つぶやけるイコール正しいわけではないから、俺はやっぱりまずね、日の丸次第だと思ってるからね。日本の結果がさ、まだ出てないのにさ、他の国は応援できないし、まあ見ることはできるけど楽しめないよ、しかもこんな負け方してね。だからスペイン戦の結果まではちょっと申し訳ないけど、そのうおーみたいな感じで盛り上がることはできないかな。まあチェックとしては見るけどね。そう、だから勝つか負けるかはっきり決まるまではちょっと他チームに本気にはなれないなっていうところでね。まだ分からないしね、正直ね、スペイン戦どうなるか分かんないし、 0% じゃないからさ、勝率がさ、20% でも 10% でもあるにはあるからね。日本がドイツに勝ったよりもしかしたらってことがあるかもしれないんで、っていうところでまた応援しようかなと思いますけど。だけど、YouTube 見てても TikTok 見ててもどこ見てても、昨日の失点シーンは切り抜きでめちゃめちゃ流れてくるやん。見れば見るほどムカついてくるんですよね。ムカついてくるんだよな。なんか別に個人的にさ、〇〇選手を攻めるとかさ、監督を攻めるとかって俺はしないの。サッカーでチームプレーだからさ、負けたらチーム全体の責任じゃないですか、そりゃね。特定選手を攻めたところでさ、ね、どうこうなる問題ではなくて、選手一人でサッカーしてるわけではなく、チーム全体でサッカーしてるわけだから、ああいう失点の仕方になってしまったっていうのはさ、まあ、動画見れば見るほどさ、やっぱりさ、選手の大半がさ、足止まってたしさ、トロトロしてたっていうのがやっぱ原因だと思うんだよね。特定なところに目にはつくけど、もうそれだけじゃなかったじゃん、動きはさ。だから個人批判はすごいしないけど、インタビューとか見ててもさ、なんか気にならないな、なんかね、想定内とかね、仕方がないとか、なんかね、もうちょっと言う言葉あるだろうとか思っちゃうけどね。だってさ、例えばさ、俺が外配信してさ、バッテリー持ってくの忘れました、ドコモの Wi-Fi 持ってくの忘れました、それで配信できませんでした、ね、想定内ですって、お前舐めとんのか、お前何のための準備配信やねんってなるよね、リスナーからすればね。遠征しました、道具忘れました、想定内ですって、ねえ、いや忘れることも想定内なんでみたいな、いやいや言葉あるやろみたいな、まずすみませんでしたから入らんのかいいう話やん。そんなのを想定内に入れとくなよっていう。例えばさ、なんか外出ててさ、外配信してさ、バッテリーをさポロンと落としてそれが壊れてしまったとか、川にポチャンしちゃったとか、土砂降りが降って機材が行ってしまったとかなら分かるけど、持ってくるのことすら、持ってくることすら忘れてたら、それはイラッとくるよね。なんでってなるよね、それはね。お前配信しに行ったん違うんかってなるもんね。
まだつい2日の朝4時でよかったね。またこれがさ、2日のゴールデンタイムとかにさ、なんか試合あったらさ、まためっちゃ荒れるよ。スラムダンクの映画並みにショックだった。わかる。まあ日本は格上のチームにたまになんか異常にいい試合するときあるからね。そこがまだ日本の弱さやけどね。うん、その安定しないっていう。日本より格下のところから確実に一勝を取る力と、その格上とも安定した試合をするっていうところができないから、まあ、そこが日本の弱さで、大金星は確かにあるんだけど、もう運ゲーなんよね。うん、多分ドイツに30回やって1回勝てるぐらいや。まあその1をたまたま取ったんだけど、すごいことだけど。でもさ、それさ、20年ぐらいやられたら辛いよね。ねえ、お前その道20年やろみたいな。最初の1回目とかだったらさ、わかるけどさ、なんかその道20年やっててさ、まだ同じことするだったらあれやもんな。でもドイツはあれよね、踏ん張ったよね、後半1点、残り30、うん、後半30何分とかで取り返してね、1-1でね、敗退か負けるかっていうところを1-1まで持ってったのはドイツの強さだよな。うん、別にスペインも手抜いてないと思うしね、本気で当たってね、両方ともね、負けて火つくかやる気なくして終わるか。いや、可能性はやっぱり3-1、2-1とかで敗れる可能性の方が高いよね、実力で言うならばね。その現実見るとね、その理想論とか夢とか置いておいて、現実で言うと2-1、3-1でやられるのが可能性は高いよな。まあ、1点は取るかなって感じはする、意地で。うん、だけど2、3点は取られちゃうかな。1点取りにかかってる分2、3点取られると思う。やっぱ攻めは穴もあるからね。うん、返されるから。守りに徹すると最少失点や0点で抑えられるけど、やっぱ攻める分、やっぱ走って動くのがサッカーだから、カウンターも起きやすいんで、やっぱり今度は絶対点取りに行こうとするんだよ、日本は。間違いなく。うん、だって守ってたってどうしようもないしね。うん、勝たなきゃいけない試合だからさ。まあ、もしかしたら、森保監督のことだから 0-0 で他のチームの結果次第っていう運ゲーに持ち込もうっていうクソみたいな作戦する可能性あるけどね。あの監督だったら、あの監督だったら 0-0 を狙ってる可能性あるんだよね。そう、ほんで、あの得失点差でドイツを上回るみたいなのを考えてる可能性あるんだよな。でもな、うん、サッカー詳しくないけど、コスタリカ戦そんな動き悪かったの、うん、悪かったね。過去1ぐらいに、うん、過去1ぐらいのクソ試合したね。そう、相手を勝てるチームで、過去に公式戦負けたことない相手で、普通に試合してれば引き分け以上は取れる試合だったと思うんで、クソ試合でしたね。はい、素人目から見ても、うん、あの勝った負けたももちろんあるけど、何にも面白くない試合でしたね。そのやっぱ勝ち負けはしょうがないじゃん、つくものだしさ、引き分け勝ち負けは絶対つくものだから仕方がないんだけど、試合内容があまりにも悪すぎて、日本とすれば歴史的なクソ試合でしたね。見てて楽しかったっていう人はいなかったんじゃないかな。しょうがないよね、次頑張ろうねって言ってくれる人はいると思うけど、あの試合を見ててよくやったっていう人は多分一人もいない試合だと思います。本当にそのレベル、そのレベルです。あれを拍手する人はいないと思います。何しちゃったんだろうねって思ってると思う、みんな。まあ、そんぐらいクソ試合ですね。まあその後、まあ冷静になって、まあまあお疲れ様っていう人はいるけど、終わった直後に拍手する人はいないな。うん、まあ三笘評価高かったね、やっぱね。うん、三笘からのっていうところがうまくいかんかったね。どこが優勝すると思う？フランスかブラジル。乗り行きが監督ならスペイン戦どういう采配でいく？いや絶対勝ちに来るよ。だって勝つことがさ、一番さ、決勝トーナメント突破できる、確約できる条件だから。そんな日本と引き分けて運ゲーに持ち込みたくないから、スペインは是が非でも勝ちに来るよ。うん、なんならドイツ以上に。しかも日本相手だから、ドイツ以上に勝てる相手だからね、日本に対してはね。まあ前半必ず1点取りに来ると思うよ。で1点取って余裕持って2点目取りに来る。2点取ったら、あの選手を温存する可能性あるわ、トーナメントのこと考えると。うん、疲労も出てくるからね。だから多分前半鬼ほど攻撃してくるんじゃない。いや、これでスペインがドイツに勝ってて勝ち点6をむさぼり取ってたら、日本でちょっとさ、もう1抜け確定じゃん。だから多少は戦い方違ったかもしれないけど、これ引き分けたことによって
スペインも絶対勝たなきゃいけなくなったんで、もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃ無理ゲーになったんだよね。いやだからスーパーフルメンバーで来るんじゃない？なんかベルギーなんか負けてさ、爆弾でも落とされたのかっていうぐらいさ、街荒れたんだよな。やっぱさ、ヨーロッパは怖えよ、ほんと。フーリガンもいるからね。サッカーで人殺すからな。やべえよな。そうやって考えるとさ、日本なんかさ、ネットでさ、俺の個人配信でも、のりちゃん言い過ぎだよとか、もう説教のやりしはいいよっていう怠けてるさ、クソみたいなやつが多いからさ、ある意味さ、向こうの凶暴性見習った方がいいよね、熱量みたいなところ。マジで無気力なクソ日本人多くない？しかもそいつらが絡んでくるんだよな。別に熱いやつらが熱いやつらで集まってさ、今俺らが喋ってることってさ、スポーツバーみたいなもんじゃん、現状。スポーツバーで楽しんでるところにさ、スポーツバーで楽しめないやつが入ってきてさ、もうやめなよとか言ってくるんだよね、クソ気持ち悪い。うざいよな。あの、空気も読めねえのかよっていう話でさ、別に今はそれを話題にしてさ、わーわー言ってんだから言わしてくれよって話なのに、なんかさ、妙に冷めてる自分がクールぶってるゴミみたいなやつが寄ってきて、まあまあ落ち着けよとか言ってくるんだよね。落ち着けねえだろ、だって日の丸背負ってんだから。こんなの何日経ったってさ、次の4年まで引きずるわ、こんなの。ねえ、そういうもんでしょ。ワールドカップの借りなんかワールドカップでしか返せないんだから、クソみたいな結果でワールドカップ終わったら次のワールドカップまで引っ張るのがサポーターだろ。こんなのある意味な。おめえあん時あえて負けただろっていう。ねえ。もしそれをさ、何クールに流すんだったら、ちょ、俺だってさ、お前過去にニコ生で荒らしたことだって流せや。ねえ、過去をなかったことにできるんだったらさ、俺がニコ生荒らしたやつだってさ、お前、流せや、そんなのな。俺なんか未だに荒らしたか迷惑って言われるんだぞ、お前。丁寧なことしてたって、綺麗なことしてたってずっと言われるんだろ、お前。過去の積み重ねが現在なんだよ。日本だって20年やってきたワールドカップの結果が今なんだよ。それ言われるっちゅうねんって話やでな。こんな。渋谷が暴徒化しないだけ平和だよなっていう。そうそうそう。だって勝ってる時だけ騒いでくれるんだから、負けてる時は騒がないんだから。渋谷の可愛さ出たよ。だってあの TikTok とかで流れてくるさ、面白いおっさんの動画とか見た？そう、うちの旦那がサッカーにキレてるみたいな動画で見て笑ったのがさ、なんかさ、旦那奥さんが動画撮ってんだけど、なんかサッカーの試合見て、切り抜き見て、ふざけんじゃねえ、キチガイガーとか言って、テレビ画面に向かって、ブヒってるのが流れてきたんだけど、めっちゃ面白かったもん。なんでそこでバックパスなんとか言って、俺のがうまいわ、キチガイガーとか言って、なんかあの、テレビモニターに向かってこうやって切れてる。そう。うん、まあ、それもこれも、ドイツに勝つからだよね。変に期待しちゃったんだよね。普通で言ってたらドイツにも負けてたわけだから、まあ想定内の3敗だったんだよね。そういう意味では想定内なのかもしれないよね。想定外が起きたのはドイツに勝ったっていう、そこだけなんだよね。そこだけなんだよ。だから、もともとワールドカップが始まる前から、日本はこのグループに入って、なんなら3敗あるぞって言われてて、1点も取れないんじゃないかとか、めちゃくちゃ言われてたんだよね。そうやって考えると、このコスタリカに負けたってのは、想定内は監督が言ってることが正しいかもしれないですわ。だけど、ここでコスタリカに負けてこんなに切れるのは、ドイツからの大金星があったせいなんだよね。そう。だから、そこで、我々日本人は純粋に期待してしまったんだよ。これマジで決勝トーナメント進出あるんじゃないのって期待したんだけど、あ、そうだ、もともと3敗だったんだっていう。ねえ、3敗の可能性が高かったんだと。そうやって考えれば、想定内だよな。うん。そうなんですよ。ドイツに勝ったことに我々は、なぜか知らないけど、やたら期待してしまった。うん。だけど、もともとは勝てなかった相手だから。うん。これが現実なんだよな。これが現実なんだよ。これが日本なんだよ。もうサッカー応援するのやめよう。ワールドカップ終わったら。もうね、子供たちもサッカーやらなくていいよ。未来なんかねえよ、日本のサッカーに。ね、だってさ、人口500万人のさ、あ、まあ500万人だからってわけじゃないけどさ、めちゃめちゃコスパいいじゃん、そしたらコスタリカ。人口500万人でワールドカップに出て勝ってるんですよ。どういうね、教育してるのかって逆に気になるよね。素晴らしいよね。人口500万人の国からサッカー選手がいくつかいて、それで、ワールドカップに出場して、ちゃんと勝つんだから、7点も取られたけど。でもさ、どうなんだろうね。じゃあ、ドイツに負けてコスタリカに勝ったら、ワンチャンスペインに勝てば決勝に行けるぞっていう、盛り上がった空気になったのかね。うん。ドイツに勝ってコスタリカに負けると絶望感がすごいけど、逆にドイツに負けててコスタリカに勝ったら、スペインに勝ったらワンチャンあるじゃんって言って、希望が見えたって言って、気持ちは上に向けるのかね。そう、なんか今回の、今の方が絶望感あるよね。うん。負けて勝った方が期待できるよね。
なんかさ、スロットで言うとさ、最初朝一3000枚出したのにさ、ゼロになった感じしない？そう。で、逆に、ドイツに負けてコスタリカに勝ってるっていうのは、朝一3000枚負けた後に3000枚出してプラマイゼロに持ってきた。これスロットで言うと勝ちみたいなもんなんだよね。3000枚負けてるところから3000枚出してプラマイゼロと、3000枚出してから吸い込まれてプラマイゼロじゃ気分が違うよね。そう、負けてから勝った方がなんかすごい、気持ちは勝ちみたいなところあるよな。日本のサッカー選手って稼げるのかな。いやー、でも野球とかに比べると微妙いんじゃない。だからサッカーってさ、にわかが一番楽しめるスポーツじゃん。なんか分かりやすいじゃん。点決めたら1点みたいな、ゴールネット揺らしたら1点とかさ、まあオフサイドがちょっと難しいかもしれないけど、そのにわかが一番楽しめるスポーツなんだよね。だからさ、その視聴率も 50% 超えたりとかさ、すごいたくさんの人が見るんだよね。だから本当はさ、サッカーめちゃくちゃ人気出てもおかしくないんだけどね。もっとね、やっぱサッカーすげえ興奮するじゃん。やっぱ1点の重みがさ、他のスポーツよりズバ抜けて重たいじゃん。うん、1点が、そう、1点取られて1点取り返すってのがすごい難しいスポーツだから。でしかもさ、時間も90分って絶妙じゃない。うん、これが120分だと長いけどさ、90分って見ていられる時間だから、その45分ハーフ45分っていうのもなんかすごいバランスいいよね。だから見る側からするとすごい見やすいスポーツだわな。俺性格悪いから、韓国とかオーストラリアとかがめっちゃ強くなって日本ボコボコにして、日本がワールドカップ出れないぐらい追い込んでほしいもん。そしたらもっと悪口言えるやん。もうなんかムカついちゃうもんね、こういう負け方するとね。だからもう出なきゃいいのにと思う。俺めちゃめちゃネガティブだから、卑屈なんだよね。だからこんな試合するんだったら、もうボロカス負けてワールドカップも出れないぐらい追い込まれて、クソサッカーじゃねえかってバッシング浴びて、ね、サッカー協会からやり直せよぐらいまで言われるところまで追い込まれてほしいもんね。だからもうなんかもうアジアのレベルめっちゃ上がってほしいなと思ってるもん。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! よし。